モルト張り替えてます。ミラーも綺麗です。でペンタもへこみはないんで、まあちょっとすれはあるんですけど、まあすごく綺麗なニコン F の一部だと思います。この辺はですね、横も綺麗なんですね。横、うん、後ろもこの辺はちょっと擦れてるんですけど、へこみはないんでいいかなって感じですかね。前はこんな感じです。シリアル番号、はい、で、ファインダーちょっとなんか少しこんな感じに、なんですかね、スレッコーティングが剥がれてるって感じなんですけど、実際に中を見るとすごく綺麗ですね。なんで、まあ、ちょっともう実際使うとなったら全然問題ないです。はい、ここフィルム室です。フィルム室もこっちも綺麗ですし、膜も綺麗ですね。はい、でシャッターも1秒、ちゃんと綺麗ですね。1/2、まあ、スローガバナーも問題ないですし、まあ、1/15、高速は1/500、切れてますね。1/1000、はい。でレンズはフィルターがついていて。ここもスムーズですね、うん、ちょっと油の汚れはあるんですけど、利用に関してはもう全然問題ないので、粘りもないですし、うん、まあエントリーとしてはいいのかなっていう感じですね。はい、以上です。